チャミが監督やってたカタールのチームが後方からめっちゃパス内でゴール決める動画見ながらワクワクしてたあの頃を戻りたい。一定のね、アプレのレベルもあるし、あの頃は、もういつも言いますけど、この一つ前クーマンだったからその頃に比べればいいからね。